はい、お疲れ様です。マッピーです。今回もグローリーモードですね。グローリーモードの動画立て続けに出してて、ちょっとそろそろ通常のシーズンマッチに戻ろうかとかね思ったんですけど、まあちょっとこれはね異常事態です。ちょ、号外号外。現在のリーダー使用率トップ5のねトップ1が一気にアポロン 36.5% っていうね、もう何が起きたんだ、これ世界がアポロンに気づいたんかっていう、何かが起きたんですよね。まあ多分この数日内で何かがアポロンに起きたのかもしれないということで、環境が一気に変わりまして 36.5% はさすがにちょっと記録が大記録だなと思ったんで、まあちょっとこのね鼻柱をへし折ってやろうかなと、鼻の伸びきったアポロンを倒してやろうかってことで、でかつこのリーダー使用率トップ5に乗ってないデッキを使うと思いまして、それが今回こっち、はい、100ポイント払います。はい、こちらですね、このディートリヒリーダーの点結ですね、まあ、シールドがね、まあ、3積みで、なんならエリアエリカとか入れていくともうちょっと入ったりしてて、まあ、とりあえずこの変音機のシールド、ウンディーネ2周年ザフキに1人、こいつらでねアポロンのダメージカットしつつ、そもそも HP が高いので有利が取れて、雷撃ダメージも通りがいいんでね、うん、これでアポロンに有利が取れるということで、こいつをやっていこうかなと。でそう、転結ってさ、低コスだとね意外と強いと思ってたけど、意外と人気ないのかな。ロイヤルバトルとかだったら結構ね自分は使ってたんですけど、まあ多分神使うんだったら神殴り使うかっていう気持ちがあるのかもしれん。ただ今のアポロンって結構罠ゴマとか、あとビナとかもそうだし、結構その神殴りにとって辛い駒をね入れてるんですよ。そう、リーダー種率トップ5の、まあ、神殴りね全然3位なんでね強いんですけど、メタってきてるんですよ。あいつはマデッキなんで、マデッキでメタってきてるんですよ。なんでちょっと別のアプローチで倒していこうかなっていうのが今回の狙いですね。うん、てかアポロンね、いくらなんでも使用率一気に高くなりすぎかなって。でもねこのリーダー使用率とかっていうのは、まあ眉唾だぞっていう話もね、まあ、一部あるかもしれんけど、言うて 36.5 はさすがにやべえなって思ったんで、まあ多分だけど、これ予想なんですけど、アポロンね、持ってる人が多いんじゃないかな。うん。持ってる人が多いから使用率高いんだろうかな。いや、絶対ある。あれだよ。なんだっけ、名前忘れた。そう、神殴りとかもさ、やっぱ使用率最初高かったじゃないですか。グローリーモード今 7.5% まで落ち着いてるけどさ、なんか 20% とか超えてたじゃないですか。俺アポロンでさ、なんか神殴り倒すための神殴りアポロンみたいなメタをね一回動画で出したんですけど、まあ、やっぱ持ってる人が多いと人気になるんだなっていうか、使用率高くなるんだなって思いますね。多分アポロンはね持ってる人が多いんだと思う。まあ一時は環境最強だったし、うん、で2年前からあるしって感じなんでね、うん、まあまあまあ。で今回ね、ひろゆき、しゆきがねデッキに入ってないんですけど、まあこれはねほんと不本意ですよ。不本意っていうか、いやまあちょ思うことがある。ちょっとね思うことがあってさ、ひろゆきがデッキに入ってないんですけど、あ、ちなみにこれ対面不利ですこれ3組ね、アポロンに有利なディートリヒで、でディートリヒに有利な神殴りで、神殴りに有利なアポロンあるみたいな感じですね。これちなみに対面不利なんですけど頑張りましょう。そうひろゆきがね禁止なのはね、まあなんとなくわかるんですよ。わかるけどそっちって思ったことがあってさ、そっち禁止にするんだって。うわこれどうしよっかな。あそこにくさび打たれてんのだりー、これくさびの場所悪いな。けどこの対面なりうちちょっときつそう。そう、思うことがあってさ、せっかくさね、禁止にするんだったら俺団長の方じゃねえかなって思うんだよね持ってる人も減ってるっていうか、多分今少ないだろうし、その上強いしってことで、俺なんか団長な気がする。団長な気がするよ、どっちかっていうと。いやこれな、エミリオ出してくさび消費しようかなと思ったんですけど、ちょっとダフに貼られてるんで一回カット入れますわ。団長な気がするけど、まあひろゆき禁止かってことで、まあひろゆき禁止でもねやってきるんだぞってことをねちょっと今見せようかなと思うんで、よろしくお願いします。さあこれ特殊ダメージカット入れて、ただうーん何かワンアクション欲しいところではあるよ。ここなー、ちょ一回エミリア打ちますわ。自分のくさび踏まれたくないんで、ちょ先にね消化しといて。そう、俺くさび使うとき、その転結使うとき、ディトリヒとかね低コストだと自分の立ち回りで一個意識してることが、くさびのコスパよく殴ることですね。なんだろう、相手に踏まれちゃうとやっぱダメージ減るじゃないですか。なんで先にこのくさび切っといて、削りに行くみたいなが結構自分はやってて好きですね。でどうしようかな、ここでくさび供給するのもありなんだよね。補給していくのも
ありなんだけど、いやこれ回復してる余裕あるかな。でコンボの火力はね、うん、このベクロスの方が高いんで、ちょっとベクロスいきますか。一回ちょっとくさび供給、さあ消費したくさびを一旦補給します。補給して、うん、なるほど。そのコンボ2倍はなかなか厄介だな。取りに行ってもいいけど、取りに行って果たして火力が足りるのかっていうね。いやでもこれはね、ちょっと垂らせに行かないとダメですね。防御札ないし、よいしょ。さあこれで、いやでもここの神ブラは結構いい引きしてる。一旦これでデバフ張りつつ相手の一発受けて、ベクロスのコンボで削りに、まずい。それはさすがにまずい。やマジできつい、マジきついよ。終わってるよ。はい、やばい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 。火力足りるイメージがわかねえ。ちょっと考えろ。に、うん、C1 から先切ってライフバート回しにした場合、 D1 が動線の開くんだよな。いやーまあ A に行くしかないか。 A に行って、で B6 打たして F3 打って、もっぱつライフバ打って、うまいこと火力垂らせに行くしかねえ。つっても12800か。割りかし削れてはいるな。なんならここから2手飛ばしあるからマジきついんだけど。めっちゃディガンマ切ってるんで、あーシェムはきちい。めっちゃこのデッキ雷撃多いから、引きによっては全然こと足りるよ。こと足りるが 1.8 倍の2枚返し辛いか。いやでもここはね止まってる余裕ないですね、正直。うん、これ殴りに行かないと勝てない盤面なんで殴りに行きます。よいしょ。でこうなると盤面がライフバが2個残ってるんで、まあ、D6 耐えれればワンチャンある。アラジン入ってるんで、このデッキはアラジンで頑張るしかないよ。いけるかな。でもシェムキリのシルロも強いしな。さあ相手アラジン打ってくる。これ飛ぶんじゃない、いや耐えたか。あ飛ぶか、ドンマイ。いやこれドンマイこれはドンマイだ。まあしょうがない。ちょっとしょっぱな髪殴り来る。まあこれちなみに相性マジで、不利ですね、正直。くさびと髪殴りはこっちが頑張ってくさび貯めて火力出そうとした時には、相手は実はめちゃめちゃもっと火力持っててみたいな。シールド入ってるけど、まあ、シトリーとウンディがぐらいしか多分メタがないんでね。まあ、しゃあないしゃあないしゃあない。そらね、そら神殴り強いよ。いるよ。俺がアポロン使ってた時はなんか 20% 超えてたけど、一気に 7.5% まで下がったらしいけど。いや、関係ない関係ない。来るときは来るよ。で、ここでアポロン来い。なんでアポロン来ないの。おい、アポロンメタで組んでるって言ってんのに。アポロンメタで組んでる言うてますのに。この対面ザフキ死んだな。これザフキ死にま、あー引かれた、キチー、あいっしょ引かれた。さすがにクソきついな。ザフキ張ってる暇ないな、もうこんなもん。おい紙ブラ張ります。召喚がゴミ召喚てかくさび生成終わってら、なんやそれ。お互い踏むとこやん。いやー、あーきついきついきつい。ほんときつい、ほんときつい。召喚はいいな。ゾローバの召喚はいいわ。ごめん、間違えた。くさび生成があかん。で、この、終わってるってばよ。ちょっと頼む。どうすんのこれ。これどうしよう。どうすんのこれ。これどうすんの。いや、でも、コンボ発動するのか、一応。あ、まずいまずいまずい。マジで相手のペース。やばい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 。ちょっとその、アイシェだけでもさ、ちょ、アイシェだけでも恵んでくれませんか。マジできついんだけど。いや、これもうちょっとメティス打ちますわ。あー、くさびの先生終わってる。全部相手に取られる。これもう、これだけで多分500ぐらい軽く損してる。あー、きっちーけど、まあ、もうこれメティス打って殴りに行かんと多分軽く足り。んーで、そこで都合よく罠駒引いてるのはマジできつい。マジかよ、やるねえ。まず引いてるっていうか、ちゃんと持ってたと思うんですけど。きついな。どうやったら勝てるこれ。いや、当てるしかないな。3日当てて、あのワナゴマ回収しに行こう。OK。で、回収して A4 で1回しばきに行くしかないですね。いやー、てか、ポリプスかよ。だったら結果論だけど、ユーフ打てばよかった。まあ、めっちゃ結果論だけど。まあ、しゃあない。さすがにしゃあない。全然マイティの可能性もあったんでね。あーまずい。これ食べす。ちょ。もう暗黒デッキじゃん、それ。暗黒デッキじゃん、その回復は。やばいって。いや、一人張るしかないか。一回一人張って。張れねー、オーマイガー。く
さびが足りねー、やべえ噛み合わねえ、ちょっと待って、ちょっと待ってまたそこになっとこにさくさび出してさ、もうやだ、その A に打たれるやんこんなん、絶対終わった、これ A2 で終わりだ、俺のくさびない一生くさびたまんない。あーそっちはマシなことはないな、マシなことはないな、普通にきついな、厳しい。いやとりあえずこっち打って、よいしょ、まあ、くさび一旦補給だな、補給してダメだこれ、火力どう考えても足らん、どう考えても足らん、マジもっと暗黒使用率36じゃなかったっけ、まあ、36はまあ外すか次来るか、ちょっとこの2戦は忘れよ、一回無理だわ、一旦負けかもしれん、あー手駒事故ってるな相手つっても、もうね、あの事故とかが通用する段階じゃないっていうね、いやこれ火力足りないんで、このままだとパラジェットしかない、よいしょ、はい、うーん8187か、ね、こっちメイティス切ってるでしょ、いや無理だな、ハラメとかも入ってないし、まあ2手目がマジで終わってたな、ザフキで腐ってて、あーはー、まあ、これ飛ぶんじゃない、 1.4 じゃなかったっけ、今強い、まあドンマイ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 、これもドンマイ、大丈夫大丈夫、こっから5勝すりゃいいんやろ、こっから5勝すりゃいいんやろ、任して任して、こっからこっから、いやでもこう見るとやっぱ星子マナグリも強いな、前に動画40% 超えたんだけど、40やばない、ちょっと40やばすぎだろ、これダメだ、これさ、デモしに行こうぜ、反対運動しに行くわ、ちょアポロン40、いや別にいいけどね、俺はいいけどさ、あーでもアポロンってどうなんだ、人気あるんか、ただ使用率40って何事、なんでこんなことになった、世界がアポロに気づき始めてしまった、ついに、マジかよ、まさか40はちょっと予想してなかったな、上がってもいくら世界がアポロに気づいたとて、あ来ましたねついに、オッケー、アポロに世界がアポロに気づいちまったみたい、じゃあちょっと俺このアポロを倒して、これアポロ倒すわ、これ倒してちょっと一回世界に対してちょっと異を唱えようかなと思うわ、俺ちょっと今からあれだわ、ガリレオガリレイになるわ、そう俺今からガリレオガリレイになるね、このアポロンが天動説を唱える方々として俺は地動説唱えていくよ、でも天動説って未だにあるらしいよ本当に、まあその辺のね何哲学とかは全然自分は知らないんですけど、知らないからね、その知ったかぶっていろいろ話してるのはちょっともしかしたら恥ずかしいことかもしれない、いやでも俺はガリレオガリレイになるから、今からこの天道太陽神に対して牙を向いていくぜ、これキリュエルとか欲しいな、ただもうザフキいけてるんで、相手のアポロンのタイミングでザフキ貼るだけでも、ただこのタイミングでザフキ貼るのもありかもしれない、ちょっと目の前の特殊ダメージがすごい厄介、さーて、一人ちょっと発動条件めんどいんで先に切っちゃいますか、サポ対面のこの成り打ちが果たして火力足りるのかどうか、風車でもよかったかな、風車でもよかったくせえな、まあいいか、ルイーン、まあこれちょっと一回特殊ダメージカットするやん、やっぱ特殊が今環境特殊なんでね、特殊カットしとけばなんとかなる、でバイセか、これ後出しバイセにしたいな、相手のさやか回収できるようにしたいんで、ちょっといや先に逆にメイティス打っちゃうみたいな、逆に先にメイティス打ってちょっと削ってあげて、でまあでも相手さやか持ってなさそうか、マイティー初手切りからのリーニーなんで OK、 さあこれリッチのコンボスキルすごい、目の上のタンコブだな、これタンコブだな、このタンコブどうする、このタンコブどうする、え、これさ、4500で火力出してくることないよな。今、ザフキ貼るのもありなんか。ただ、そしたらアポロンに送れるよね。まあ、リッチコンボ、タンコボだけど、2000ちょっとでしょ。うん、受けよう。さ、これ一回バイセ貼ってあげて。受けますよ。リッチコンボ受けてやるよ。で、ザフキ貼って、あー、なるほど、罠ごまねー。
そのタイミングでワナゴマはなかなか厄介だね。ちょっと考えますわ。おー、次5500か。まだ打たないよな。まだ打たない読み。 F5 シェムキリ打ちたい。余計なダメージもらいたくないな。いや、ただどうしよう。いや、ちょっとまだ打たない読み。 F5 シェムキリいきます。これで打ってきたらすげえやだけど、すげえやだけどね。これで打ってきたら俺の座敷意味ないからね。って考えたらアポロもやっぱ強い、ね、って考えたら強い。って考えたら強いな。うん、怖いわ。あ、ただこれ実際 A3 座敷打ったとて A2 から詰められて全然しばかれる可能性もあるな。いや、ただこっちはアラジンがあるんで、あ、OKOKOK。 いや、これは俺の筋書きか、これ筋書き、これ俺の筋書き。ちょっと待って、考えろ。 A3 座敷打った場合のことを考えた。 A3 座敷の削りが4000ぐらいか。2手飛ばしできるっちゃできるな。ただこれ正直安牌 D1 座吹き、うん、安牌多分2手耐えれるべ。相手この何、うん、この座吹きに対して特殊アポロンでしょ。あ、イグナーツ考えてなかったっけ。でもイグナーツからのアポロン耐えれねえかな。相手マゴマ2枚でしょ。1500の1500で特殊カットで1800で4800でしょ。で物理込みで5900くらいか。5900くらい食らって、その後ザフキ耐えれる。あ、無理か。ちょっと怪しいな。これイグナーツ来たら怪しいな。チャージイグナーツ来たら、次アポロン耐えれるかな。あ、先アポロン打っていく。オッケー。さ、先アポロン打っていく。さ、これしっかりカット入れてあげて。で、次イグナーツで飛ばすっていう3段か。これまずいか。まずいか、これ。3枚返しイグナーツ通るな。あ、でも耐えれるか。耐えれるね。耐えれる。で、俺がやるべきこと。まあ、イオフィリ削りでいい気がするけど。F3 でいいんじゃないかな。え、飛ばせないよね、そもそもまだ。俺これいバイス、あ、飛ばせないはず。OK。負け筋言います。買わず引かれて3枚返しイグナーツ。これが負け筋。多分、あ、買わずは耐えれない。うん、そうだよね。うん、買わず引かれてない。耐えれるやろ。うちのザフキダメんな。え、これ負け筋ないよな。ロック。でもウンディーネ出たとって火力足りるから大丈夫。はい。おーし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 。オッケー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 。よし、宣言通りアポロに上がったぞ。よし。オッケーオッケー。アポロに対してザフキ貼っとけばなんとかなる。まあただちょっとこれあれだな。ナリじゃなくてよかったかもな。意外と火力足りねえから。ナリはじゃなくて、まあ風車でもよかった説あるか。オッケー。世界はね、俺世界に歯向かうからな。なんでこんなアポロ増えたんだ急に。でもグローリーモード結構環境 変化早いな。うん、抵抗ステムあるんかな。さあ、まあ、前にコメントできてたんだが、なんか自分が動画出してアポロめっちゃ増えましたみたいな。いや、でも多分それはね、多分だけどない気がするな。だって俺火炎の動画とかでさ、みんなで火炎使おうぜみたいな運動してるのに火炎一向に使用率増えねえかな、強いのに。だから、え、でも、あ、それがそういうことなんかな。みんな火炎揃ってなくて実は使ってない的な。アポロ守ってるから使って、いや、まあなわけないない。俺の動画そんな影響力ないない。さあ行きます。ベイクロス出して、これいいな。あのシェムケリーがある。そう、シェムケリーも地味にアポメタなんてね。地味にアポメタだからな、こいつ。コンボ雷撃持ちつつ、スキルで2000のリーサルずらしができるんで。なるほど。じゃあ、これ1回バイス投げとくか。次、B3 シェムケリー投げよう。あー、ギャハ。やられた。いや、いいよ。大丈夫。勝てる。高校も良き、アイリーニー。リーニーが強いんすよ。リーニー強いんすよ。その駒は強いんすよ、ちょっと。うわ、髪ブラー。さあ、待って、これコンボってさ、ターン開始時の番、あ、いけるか。これ次ブラ出して、コンボ雷撃ちょっと強めに出してあげるか。またヒール。またたびヒールして。
おお、めっちゃ火薬する、いいね。そう、俺このシェム切りね、まああんま使わないかなとか思ってたんですけど、ちょっと低コスルールでワンチャン使いたいなと思って今回採用しました。さあ、夏ボラのセットアップ、それは強い。で、おそらくあれか、デッキにビナ入ってるやつか。オッケー、でもザフキ引いていく。まあ一旦神ボラでちょっとこれ削りに行きますよね。これ神ゴマ増やして召喚の場所は、オッケー、そこはまあいいでしょう。相手に消されない。で、雷撃が通る。で、まあ、相手目線は、まあ、E4 打ちづらいのか。ゾロバのコンボ取るからな。で、B 中打たれて、OK。で、アポロンが5500、まだ打たれないな。これちょ、一回 B4 入っていこう。B4 入こう。な、OK、OK、OK。これ X じゃなくて B4 打つのが、なんでかっていうと、ザフキを張るためですね。ザフキを変置きしたいんで B4 行ってあげて、OK、OK。あ、いいね。火力もいいね。火力めっちゃいいよ。しゃ、いいぞ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 。ちょっとうまく試合をコントロールしていきたい。さあ、相手は、ゾロバ即召喚だったらば、まあ、高確率で栄養に打たれるであろう。で、ここの、オッケー、ウンディーネね、ウンディーネ打たれるんだったらば、まあ、HP こっちまだ余裕あるけど、まあ、ザフキ安牌ではあるか、さすがに。D2 削りの負け筋が、なんだ、仮に D2 削りに行った場合、アポロンは耐えれるとして、いやー、でもいいや、やっぱザフキにしよう。ちょっとなんか、うん、見ようからやめとこう。ザフキ打っとけば2ターンは絶対耐えれる。っていう。考え、そう、ザフキ、このこのアポロン出そうとした瞬間にザフキ貼れた時のやるせなさったらないよな。わかるわ、わかるよ。俺も昔アポロン使ってたからわかるよ。さあ、罠ゴマ、あー、いい罠ゴマ、うわ、いい罠ゴマ、いい罠ゴマだな。なるほど。でも、アゲハギ、これさ、まさかさ、リリティエなんてことないよな。リリティエだったら俺さすがにもう、負け認める。やめろ、よーし。これリリティエだったら終わってた。危ねえ、踏み罠の、まあ、アゲハ切ったんで、踏みじゃないと踏み切って、で、次アラジンあるんで、まあ、強めのシールドビナ打たれても飛ばせるでやろう。そう、ゾロバコンボとアラジンできる。おっと、ベノムヒール、ただこれダボコン繋がってるんで、これもアラジンでレッツゴーですね。よーし、ザフキが強い。オッケー、まあ、仮にザフキなかったとしても、そもそもさっきの2000回復とかも相まって結構 HP 余裕あったんで、すごい立ち回りやすいね。よし、 OK。 さあ、この一石を投じるぜ。アポロ使用率 40% の世界に俺歯向かうからな。俺は世界と戦うんだ。よし、どけ、全アポロン 40% 使用率、オッケー、俺の今の一撃でアポロンの使用率 5.5% 下がったぞ。よし、このまま環境平らにしに行くぞ。このまま行くぞ、俺は。知らないんだよ、そんなの。知らない。何が 34% だ。歯向かうぞ、俺は。よし、おっぱい。このまま、少しずつ鳴らしていこう。OK、俺、地鳴らしするわ。あー、まあ、ね、お前はジェネリックアポロンだから、まあこのまま地鳴らしの対象にさせていただく。ラララララララリララリリリラスティルラ、行こうか。ちょ、地鳴らしの対象にするか。で、地味にイリエリもうまく使ってメタリたいとこあるけど、まあ俺ちょっとオセロニアがあんまうまくないので、ちょっとこいつのうまい使い道はちょっとね、一旦ね。まあでも多分先行とか引いて、相手のコンボ先にポイってみたいな、なんか C 打ちみたいな進行だったらうまく使えたりするのかな、わかんねえけど。さあ、予備とりあえず切っとくか。で、次イリエリ消し出して削りに行くか。手札の回り方はいいね。予備から出して、で、イリエリからのエミリオっていうセットアップが見えてるな。成り打ちか。いや、でもこの成り打ちはこちらにとっては都合良きだな。これ、下側のくさびを残しつつ削りに行きたいので、C2 にベイクロスト貼って、うん、これで下のくさびを踏ませないようにしつつ、まあでも、入り入れでも、まあまあいいか。なるべく、あれか。自分のコマ数多いときに入り入れ出したいみたいなとこもあるから、まあ一旦これでいいか。OK、この、ウンディーネに対して、エミリオの雷撃で削りに行くか、増えすぎたくさびを鳴らしていこう。さーて、くさびが増えすぎた。収穫の時を収穫しに行きます。 OK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 、 うん、めちゃめちゃいい。で、リトエルが英語まで
サブニス2枚でしょ。紙4枚見れてた。エリトレって確か紙銃だったよね。紙銃。紙銃了解。紙銃の時に入る駒か。フレブとか入ってたり。あ、フレブなんか入ってそうじゃない。え、でもあれか。マゴマが6枚。あ、これで情報取れたな。ただ、ここで、こうか。まさかの。これこういうこと？まあ俺火力出そうと思ったけど、一旦こうすることによって、相手の手駒特集とかもうまく牽制するっていう感じでしょうか。で、F3 打たれるって感じ？どうなんだろう。これが強いかどうかは、俺もちょっと今試作段階。これ F3 打たれて多分 D6 狙われるか。あんま良くないかな。それメタルンなら F6 打って D6 打たれた段階で F5 打てるようにしといた方がいいな。さーて。OKOKOK。さあ、罠駒張られる。で、この罠駒に対してうまく干渉していきたいな。うん。よし。さあ、ここで私、今、神の一手。これ F4 に雷撃いきます。で、さあ、雷撃で罠駒をね、発動しないようにうまく立ち回って、まあ、こんなところに置く罠、踏み罠なわけないんでね、これ取られたら角から詰めに行きますよ。OK。もうゲームは俺のもの。で、さあ、これで避けられたとしても、そのままダブコンがつながるっていう寸断だ。で、この目の前の、特殊ダメージ、ちょっとこいつを面倒見てあげるのが、このおじさんなんですね。はい。いや、これが強いのはラサス。両面雷撃のここが強い。はい、両面雷撃のここが強い。ここがすごい。両面魂。さあ、もうこうなるとリトイでどこで出すんですかっていうね。なにー、やるな、やるな、ここに。やるじゃねえか。やるやんけ。なかなかやるやんけ。だが、なんとですね、ちょっと待ってください。これ英語、英語で削りに行きたい。座敷1枚でこと足りるか、こっち行って。あ、違う、そうそう、座敷だけの特殊カットで良きだな。で、これでさ、4700ね。で、次ウンディーネもあるんでね、ウンディーネもあって、で、シトリとウンディーネ、どっち打っても多分、そんな勝敗響かないはずなんで、C6、いや、角か C6 か。まあ、相手でもど、あ、C6 だな。イオフィのコンボ受けたくないでしょ。C6 に、OK、リトエルと。よし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 、いいんですよ、そんなもんは。OK、カット入れて。で、あ、待って、リトエルのコンボ雷撃だったのね。リトエルのコンボって雷撃だったのね。ちょっと考えよう。F、これ飛ばせないよな、さすがに。3枚返しの3100のライギーか無理だな。ウンディーネで貼るか。あ、でも、シールドの優秀なのこっちが。いや、こっちでいいか。え、いいかな？これ F6 から負け筋とかあんの？いや、俺一応手駒に切るよりあるから大丈夫だと思ってんだけど。ウンディーネ打った方がよかったか。シールドの量は変わんない、ちなみに。だからちょっとライフ場の量を落とそうかなと思って。まあ、これイグナス耐えれるな、さすがに。大丈夫か、レナート。いや、でも3800でしょ。角打った場合23。ああ、勝った勝った勝った。よーし、危なしー。リトエルのコンボ雷撃っていうのはちょっと正直頭から外れてた。ワンチャンバホメットとか来たら終わってたか。危ねえな、リトエル。でもリトエルリーダーでバホマイキーは考えづらいか。チャージ1枚とあれなんで、相手キャラ依存なんで。いや、でもいいマイキーだったね。よしよし、さあ、ここで3連勝、3連勝。よし。で、全部勝ってるの分かってます。これ分かります？全部勝ってるのはアポロン、リトエルで、リーダーがチャージ特殊なんですね。はい。なんで、これメタなんですよ。うん。歯向かうぞ。それでも地球は動いてるんだよ。まあ、でも地球が動いてるっていうのはね、なんか曲の歌詞とかにもなってたりするんでね。そう、つまり地球は動いてるんですよ。あさあ、相手はアポロンですね。またまたアポロン、めっちゃ多いな、やっぱり。7、1、2、3、4、5、6試合目。6試合中3試合アポロン、うち1試合リトエル。ファウスト切るのか、マゴマが2枚。あ、まあ、マデッキっていうのがこれで大体分かったな。で、カミブラガチャもあるけどやめとこう。一旦入り入りで様子見よう。これ入り入りの部分はね、バーストバリアの座敷でもいいかなっていうふうには思ってますね。あいつも初手
あと初手で雑にプイって出せて、アポロンに対してね、バリアとヒールができるんで、あいつの方がいいかもしれんな、下手したら。イリエリ入れてるけど、なんかイリエリが火力出す頃には他の駒出してるイメージあるわ。あとそこの夏ブラはなかなか目の上の単行部だけど、うわー、目の上の単行部置かれた。ただバイセンもあんま打ちたくないな。これちょっと一回ブラからいきますか。召喚は？いやー、終わった。いや、俺の狙いはブラで召喚入れてからバイセンで火力出すっていうのが狙いだったんですよ。神駒の数増やしてだったんですけど、この一手でそこ出ちゃうの、ほんま終わってるわ。どうしよう。これしかもくさびの場所もめさめさ悪いな。あ、これくさびの場所もめさめさ悪いし、あのさやかも回収できないし、いろいろ終わってます。これどうしよう、これどうしよう。マジで終わってる、マジで終わってる。これどうすればいいの、最悪なんだけど。でもブラと穴駒切ったんで、変に形組む駒は多分ないな。これ一回バイゼから打つか。いやー、これ B4 とかでも、微妙。いや、ちょ、これしかも、待って、またまたくさびの召喚が終わってる。ちょ、待ってくれ。お前ら仕事しろ。いや、しかも相手のゾノバ、まあまあ強いな、D3 召喚。やばいな、これ。ちょっとどうしよっか。これちょっと進路変えるしかないな。多分このまま D1 打っても、罠駒受けて、ゾノバで吸収されまくって終わるんだ。もうこの手駒、ほんま終わってら。終わってんね。これちょ、終わってんな、マジで。どうする？終わってるぞ。マジ終わってるって顔してる。これどうすればいい、これどうすればいいの。いや、こうか。もうこれこっち行くしかないな、多分。いや、一回回収するやん。いや、これさ、俺一個気づいたことあるんだけどいい？キリュエル一向に来なくね？あいつ何してんの？俺キリュエルなしでこの5試合頑張ってるようなもんだぞ。いや、来てるけど出す時間ないみたいな。あいつは何をしとるんや。さあ、これを一回カット入れて、で、ザフキ貼って、とりあえず延命するしかないな。で、ここに、オッケーオッケーオッケー。いやー、これもザフキしかないよな、ザフキしかないよな。いや、でも、盤面はこっちに悪くないもんになってるね。盤面はいいよ。てか、この、トウヤ入れてるの、ややこしいな。ややこしいな、それ強いわ。雷撃も、ね、あれされてるんで。ややこしい。オッケー、これと、ここ C6 キリュエルとか引けたら熱いけど。一人とかでも、いやー、でもキリュエル欲しい。エミリオか、微妙。ちょ、考えよう。こいつは取りに行った方がいいんだけど、代償する余裕はないじゃないですか。コンボが、いや、コンボアラジンの方が強いな。これアラジンだな、多分打つなら。で、ちょ、一回削って、いやー、きちいな、これきちいな。まあ、でも相手もきついはず。攻めあぐねてるでしょ。イグナスとか持たれてたら、ビーチから右下アポロンとかで終わりかねえな。マイガー。ちょ、待って、考えろ。ここに。うわー、終わった。終わりました。これ、一旦終わりか。一旦終わりか。一応抗える筋は英語っすね。で、右側にくさび2本出したら勝てる。あ、終わった。その場所は終わったな。一人打てなくなっちゃった。終わったか、これ。いや、まだ、いや、無理だな。あれ、そうだな、シェムケリ引いてもくさび踏まれるから、これ角打たれなければワンチャンあるんですよ。くさび取られないから。で、気づかれたら終わりっすね。もうこれ普通に俺は角が一番きついんだけど、相手目線角打つ勇気があるかどうか。まあ打つよね。くそ終わりか。だってこれアポロン圏内だよね。うん、入ってんな。あー、終わった。いや、これアラジン打たなければよかったな。いや、これ負けですね。あの、ちょっとこれはね、俺が悪いわ。アラジン打たん方がよかったな。これくさび減るんで一人打てないっていうのは分かってたんですけど、なんかちょっとダメージ効率で考えちゃったな。いや、よくないな。一人打てるを考えた方が良かったな。ウンディも切っちゃったし。いや、これじゃ、マイバット。これマジマイバット。いや、ただ、まあ、唯一きついことがあったとしたら、ちょっと初動っすね。初動のあの、ブラからの罠駒展開からの、ね、俺の、なんか、抵抗のできなさったらない。夏ブラも終わったし、夏ブラじゃねえわ。神ブラも仕事しなかったし。
相手が罠張ってるタイミングで特殊ダメしか来なかったし、クソ。もっとこうエミリオとかがね罠張られてるタイミングで来てくれたらよかったんですけど、それがなかったんでね。いやでもやっぱうん、やっぱでも基本的には有利っすね。あそこまで抵抗できたんでね、あとちょっとで勝てた。多分アラジンを先打たずにC6エミリオ打ってれば一人打ってまだ戦えた感じもする、多分だけど。いやどうかな、でもあの感じちょっとくさび展開甘いからね、全然負けてた可能性高いな。うん、なんか B6 から詰められてくさび足んなくて D2 でコンボ発動できなくて終わる未来が見えるわ、 C6 にエミリオ打ったとて。いやーそう、5勝したかった天月でアポロに勝ちたかったけど、ちょっとな、神村事故と特殊事故がきつすぎた。特殊事故きつすぎたよ。んで俺のキリウェルはいつになったら来るんだ。これキリウェルもちょっとやっぱ美内変えようか、どうする。どう、いやでもうわーどうかな。いや俺さすがにアポロン以外にも勝ちたいからさ、でビナだったらちょっと火力マジで心配なんで、キリウェル入れたいんだよな。キリウェルマジ強いんで、ちょっとこの対面風車にしようかな。成り血なんか怖そう。 OK 発動しないってことはミサトか、ポリプスか、まあ、フミの可能性もあるけど、マスティマでフミはちょっと考えにくいんで。いやこれ手駒周りめっちゃいいな。次 C6 団長からの右上ブランジャッタのあれが見えてるんで、これめっちゃいいな。オッケー。さーて、おーおーおー、たくさん点結きますわ。まあ、でもこれ団長っすね。はい、展開します。うわ、やっぱ踏みかーい。なんかな、今日予想外のことが多いな。まあまあまあ、マスティマで踏みまななんてないでしょうっつったら、マスティマ来るっていうね。まあ、ここ角打つ勇気相手にあるのかどうかあるっていうね。俺の予想なんて全部覆るんですよ。まあそもそもアポロンがこんなに流行るなんて俺も思ってなかったんでね。使用率がまさか 40% まで達するのがマジで思ってなかったんで、まあ、自分の予想なんてものは当てにならないってことですよ。けどだからこそね楽しいんだよね。うん、人生と同じ、なんか計画通りの人生なんてつまらんねんって野原宏が言ってたんでね、ケツだけ爆弾の時に。それと一緒、全部自分の思い通りになったらね、それはつまらん。だからたまにはね、たまにはなんかこうオセロにやっててボコボコに負けることがあるからこそ次頑張ろうって気持ちになるんでね。俺頑張るよ。うん、いやごめん、ちょっと撤回しよう、訂正しよう、頑張らない。いやでも頑張った方がいいと思うよ、人間頑張った方がいいっすよ。まあ俺は頑張らないけど。いや嘘嘘って言ってるだけで、みんなね頑張り方なんて人それぞれなんで、ね、俺は俺の頑張り方があるんで。さあエミリオ出します、よいしょ。てか頑張ってたからな、実際。頑張ってた時期あったからな。さあ来いや、エミリオで削ってあげて、でその X に対しては一応デバフ効いてて、ただこの形 D に打たれた時にうまく対応しないと、ダボコン残されてる状況なんで、なかなかめんどくさーい。あーそっちしようか。うダボコンやんけ、これちょっと取りに行くか。一応ボルトマギアなんで、まあダメージは割と控えめにはなるはずだけど、これささダボコンはちょっとまずいか。かザフキ、ザフキか、まさかここで、まさかここでザフキか、ザフキか、これでヒュースのコンボメタロ、ザフキかこれで、よいしょー。でヒュースコンボメタって、で角来たら相手目線ダブコンだから打ちにくい。相手目線だとこれどうなんだ。まあ B4 で削りいくか F2 で濁すか。いやでも F2 もしんどそうに見える。あーオーラ引かれてるわ。めんどくせえの、そこでオーラ引かれるなんてな、めんどくさいな。あーいい駒、ちょっとこれやばくない、大丈夫、待ってやばいかもしれない。あでもこれ耐えはするけど、ここで飛ばせるんじゃねえの、特殊系できるよねこれ、どう見てもいけるな。これ E3 で飛ばし行こうぜ。で特殊系した後の雷撃火力なんで、ライフ輪の火力も上がるんで、これでいけるか。 OK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  行ってこい、よーし
いいね。相手のダブコンに対して雑器で防衛しつつ、打ってきたら打ってきたでダブコンがつながる。完璧です。うん、満足、納得の、納得の一曲、満足満足。オッケー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 。いや今のはでも手駒の回り方も良かったな。初手イオフィから始まって変置き団長で神ブラ右上に配置できたんで、相手からまあゾノバ取りにくい場所に現れるっていうね。うん、良かったです。とてもとても良かった。行くぞー。おー、なんだなんだこれ。ヌラリか、ヌラリか、ヌラリねー。まあヌラとアポロンだったらさすがにアポロンの方が強いのかな。ヌラはヌラで、まあ、強いと思うけど、どうなんだろう。アポロンがさすがに強いか。まあちょっとね、あれが違うか。うん、ちょっとレギュレーションというか、まあ、毒か特殊かみたいな。まあでもヌラもマジで油断ならないかな。でヌラ使うんだったらクーパーの方がいいのかな。バフめっちゃメタれるからダメ。でもバフ、うん、神殴りメタるんならそうだね、クーパーの方がいいのかな。ベノムヒール。さあここでエルヴィン出すかどうかを一旦考える。おお、いやもう展開しよう。めっちゃくさび増やしたろ。そっちが初動からね、550とか600とかの毒をね上昇させていくんだったら、俺も初動から 1000以上の雷撃ダメージを叩き込んでやるよ。さあ、はいはいはい、回復と毒入れられて、で攻撃よっこいしょ。ラサス悪くない。まあ一回ラサスで雷撃パンパンいきますか。これちょっとトウヤとか撃たれる前に、意外と怖いね、トウヤとか。あの雷撃ちょっと先に切っちゃおうかなっていう。意外とトウヤ怖かった、さっき撃たれた時。マジ怖かったあいつ。オッケー、罠駒張られる。で、この罠駒に対して、まあ、一旦回復っていう行動をとって、A さんのコンボに対しては、一人っていう選択もありだな。ただ、ここね、ちょっとイリエリ引いたんで、ちょっとイリエリ B4 にしてみよう。OK、マイティ回収。で、これで A さんからドンと線組まれても、雷撃と特殊シールドが張ってくれてるんで、俺の形に持っていけるかもしれん。うん、角打たなくても良くなるかもな。ブラ、あー、ちょっとその 1.8 倍はまずいか。マゴマ取り行った方がいいかな、こういう時。これむずいな。これ盤面むずいな。カドバイセ行ってもいいのかっていう判断だよな。まだ半分行かないから行ってもいいように見えるけど。いや、行ってもいいか。回復とシールドで芋っていいか。多分相手目線こっちが一番だるそう。マゴマ切った後でこのバイセってのも嫌でしょ。むしろ D2 の殴り合いはなんかやだわなんかやだ。さあバイス撃たれる。 OK、 でこれを一人で防衛でいいんじゃないか。はい、アラジンナイス。じゃあ一人撃ちますよと。さあ一人撃って、さあ特殊雷撃入ります。で次シェムキリ撃てば2手は絶対耐えれる。イグナーズあっても多分耐えれる。うん、耐えれる耐えれる。アラジンあるし、コンボスキルが3900か。まあ、最大火力出したとして、くさび減ること考えると、次は俺は飛ばしにはいけないだろうな。うん、意識打たれか。オッケーオッケーオッケー。さあ、ヒールか。ここでヒールっていう行動は相手うまいな。いや、うまいな。それめっちゃうまいな。いや、偉すぎるな、そこでヒールすんの。いや、偉すぎるな。いや、ちょっと待って、そこのヒールの行動めっちゃ偉いわ。え、どうしようこれ、うまい相手。いやー、うまいな。これこっちな気がする。いや、偉すぎるな今のヒール。めちゃくちゃ偉いわこれ。多分 A2 からちょっと飛ばしに行けなくなっちゃうんだよね。いけたかな。ちょ、ヒールされたから無理かなと思って F5 英語言っちゃった。まあ一応英語の強みもある。相手の動線がゾノバだけになって、こっちはゾノバ取れてって形になるから、こっから2手飛ばしが相手できなかった場合にこっちにチャンスが現れるから。あー、リーニーあるんか。ちょっと待って、え、やばいな。
や A2 でよかったか、なんか飛ばせる気があんましなかったからこっちにしちゃった。あいやこれ負けかもしれん、これ負けかもしれんな、こっち行くしかないね。いやー負けか、出が飛ぶね、出が飛ぶ。バイセもきつそう、5200の毒。いやバイセ、いやまあまあこれちょっと見守るしかない。うわアタックプラスマックスだ、強い、無理か。いやーくそマジか、いやーごめんこれ俺ミスったかな。 A にシムケリーから飛ばせる気がしあんましなかったんですよね、あのヒールのあれで偉すぎるなあそこの C1 主計、うまいな。いや偉すぎる、ちょっと今のむずいな、いけたかな。シム切りコンボってどれぐらい出るのっけ、神駒1枚につき450。シム切りコンボって今どれぐらい出したんだ、そこの番タイミング5枚ぐらいあったか、こっち1、2、3、下が2200出したかって買った場合4200出して6400の3000出して、あいけたか。いやなんか火力足りないかと思って思っちゃって英語言っちゃったけど、これ A2 から打ってれば普通に勝ってたっぽいな、ミスった。いやなんか意識で俺のリーサルめっちゃずれちゃったわ、ミスったな、やってもだ。これちょっと俺が悪いな今のマイバットマイバット、けど今回このアポロンには勝つよ。さっきのはミスったな、多分上手い人だったら勝ってる。よいしょ、おーいちょくさび事故んな、うわ普通にやだそのアナゴマ。ちょっと封じに行こう、はい、あーそっちかい、召喚そっち召喚すんのかい、仕打ちでもよかったかなワンチャン、どうやろう。まあでも一応ここのブラジェの強みは C6 先倍勢打ててみたいなとこはあるかも。メイティスワンちゃんいらんかなこいつ、なんかちょっとハマってない気もするな。今捨て高いしシンプル軽くないんで、ちょっと自分は好きなんで入れてるんですけど、この特殊環境でメイティス採用っていうのが結構渋い気もするな。さっきのアポ対面の時だってワナゴマ打たれた時に手駒にメイティスあってさ、あんなん絶対メイティス切れないタイミングなんで、いやこれメイティス抜いてもいいかもしんないな、下手したらハロメとかの方がいいかもしれん。あーそこの夏ブラまずい、これエリエリ引いてくれー。あー団長ねー、いやまーずい、その夏ブラめっちゃ強い。一回転結展開するやん、でこれ特殊ダメージ OKOK、 でもブラ展開から入ったことでバイセ早めに消化できたのは悪くないな。でこっからのゾノバーをどう見るかやな。いやそこの夏ブラマジで強い、いてー、いや取り行ってよかったかな。ここで取り行った場合ってイーサン打たれた後がきついけど、まあでも一人引いてるんでちょっとここを強気に行こう。よいしょ、はいよいしょ、オッケー、まあいけるまでいけるまでいける。イーサン打たれて俺が A に打ったタイミングで F1 打たれてで一人で耐えつつかな。あーグノーねー、いやちょっとこれ話変わるか、 D1 打たれたらまずい。いやでもここ一人張りたいタイミングではある。か右下 X はさすがに終わってるからダメだな。むずいな。 A に打って F1 打たれて、いや F2 に打って右下 X 先を出した方がいいか、むずいな。これちょっととりあえず点結で削りいくやん。いやこっからの相手の動き次第だね、右下トウヤとか来たら割とマジできつい。どうやってかヒール系が来るとまずい。あ、オッケー、このロックはでかい。これ、ウンディーネ出せる。いや、これでかいな。これ、一人のコンボ使ってウンディーネ出してでいいか。いいな。HP も余裕あるから、あえてコンボないし。オッケー、うん、これ、一人コンボ使っちゃおう。でけえ、このロック。オッケー、え、これ、でけえ。いってこい。さ、一人もいい感じに刺さって。うん、で、ウンディーコンボあるから。いけそうかな。1、2、3、4、5枚で3500出せるんだっけ。いけるね。ビナ出されても飛ばせそう。3900の肩込みで。うん、いけるな。OK、勝った。よーしよしよし。これ、半分いくよな。ナイス。あぶねー、あぶねー。
まあ、これができたのメイティスのおかげかな。どうだろう、そうでもない。いや、ナイス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 。いや、でも OKOKOK。 よし、じゃあ今日はこの辺にしよう。ちょっとな、いや、ちょっと細かいミスあったけど、まあでも全然戦えるわ。うん、細かいミスなくせば全然いけるね。あと、あの使用率の高いアポロにも有利取れるし。お、なんか、あ、一気に減った使用率。 24% まで減ったぞ。40から 16% ダウン成功。40から 16% ダウンって 40% カットじゃん。つまりそれ2周年座吹きじゃん。おい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 、アポロの使用率を 60% にするっていうスキル名に変えようぜ。お前アポロメタすぎるよ。ということで、今日は座吹きも活躍してくれてね、あと転結で久々にやれてよかったんですけど、まあ、1個だけ文句あるとしたら、キリウェルが全く来なかったことだね。こいつ いつになったら来るの。俺多分今日キリウェル出してない気がするんだけど、1回も1時間近く回してキリウェル1回も場に出さなかったわ。まあでも、いや、キリウェルが悪いわけじゃないんだよな、こいつ強いんですよ。絶対強いから、マジでマジで使ってほしい。これ嘘じゃないよ。でもクフリンとかでもいいのかな。あー、ごめん、これリドローの方だった。違う、あのバサバリーの方。え、でもクフリンもあり、あ、クフリンもありかもしれんな。意外と火力だってキリウェルなしでも足りたもんな。キリウェルなしで火力足りるんだったら、こいつ S 枠じゃなくてもいい。こいつ入れなくてもいい説ある。キクリ姫とかもありか。ちょっといろいろ候補あるな。あ、このトゥールラとかもありだな。あ、こいつもありだな。まあでもちょっと、そうね、いろいろあるんですけど、今回ちょっとキリウェル、あのロイヤルバトルの名残でね、ちょっとキリウェル使わせてもらったんだけど、あの一回も引かなかったんで、これはもう無視してください。まあでもね、環境のアポロには概ね勝つことができた。一回ちょっと、プレイング頑張って負けちゃったんですけど、まあ全然戦えるんで、よかったら使ってください。ということで、この動画面白かったって方は高評価チャンネル登録をお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。